はい、それでは2回同じことをします。で、最初が頭でやるお芝居で、2回目が心でやるお芝居です。では行きますね。俺、すげえ覚えてることがあって。子供の頃、親父がパチンコで勝って、で、家帰ってきて、今日はハンバーグ行くかっつって、俺ら3人とデニーズに行って、で、4人でハンバーグ2人前注文して、みんなで分けて食べて。その時のハンバーグの味っていうのがもうこれまで食べたどんなハンバーグよりもうまくて、今皆さんに見せたものが頭でやるお芝居です。何かというと、俳優の松崎悠希という存在が、この悲しいシーンを演じるときに、自分との何らかの、どういうアクティングの方法でもいいんですけど、悲しい記憶というものを呼び起こし、それを自分の心に適用し、そしてこの、喋っている存在というものを自分のものだというふうに信じて、で、その悲しい感情から勝手に涙が流れて、で、ちょっとまあ、そういう悲しい言い方になって、っていうことをやったんですよ。ただし、今のはあくまで俳優松崎悠希がプランニングをして、頭で考えて悲しいシーンになるようにデザインして、それをお芝居したものになります。いいですか？これがその頭でやるお芝居です。では、そうではないお芝居、つまり心でやるお芝居というのは一体どういうものかというと、全く同じプロットなんですけども、心でやるお芝居の場合はこういうお芝居になります。俺はすげえ覚えてることがあって、子供の時に親父がパチンコで勝ったらしくて、で、今日はみんなでハンバーグ食いくかっつって、で、俺ら3人と一緒にデニーズ行って、で、ハンバーグ2人前注文して、4人でそれ分けて食べて、あん時のハンバーグの味がめちゃくちゃうまくて、もうどんな今まで食べたどんなハンバーグよりも美味しかったんだよ。これがその、何をしたのかというと、自分でどういうふうなそのシーンになるかというデザインを捨てて、とりあえずそのキャラクターに自分がなってしまい、自分自身がそのキャラクターそのものになってしまい、その瞬間その瞬間に感じる感情というものを制限しないで、そのまま自分の感情として受け入れて、シーンをそのまま進めたという状況です。いいですか？はい、で、皆さん、もちろんこの両方できないといけないんですよ。頭でやるお芝居もできなければいけないし、心でやるお芝居もできなければいけない。例えば日本で一般的にテレビや映画で求められているお芝居というのは、基本的に頭でやるお芝居だったりします。そっちの方が日本の観客を見慣れているし、なんていうか、見てて、あ、うまいなというふうに感じるわけです。でも、ただし、何が大きく違うかというと、頭でやるお芝居の方は、見ている人が
今見ているものがお芝居だって気づけるんですよ。つまり今見ているものはおそらく俳優さんが演じているものであって、でそれは見てて例えば冷静に悲しいんだなとか、あうまいなっていう、お芝居うまいなっていうふうな感想を持つことができるんです。でつまり、まあ、いわゆる観客席からそのお芝居を見ることができるんですよ。ただしもう一個の方、心でやるお芝居の方はそういうふうな安心感がありません。そもそも今見ているものが俳優さんがお芝居をしている、演技をしているっていうコンセプト自体がないんですよ。で何が起こるかっていうと、観客席から見てる安心感がないばかりか、この人が感じている、この見れているものっていうのは勝手に自分の方に流れ込んでくるんですよ。でこれを不快感として感じる人も多いです。自分はテレビの中のファンタジーの世界を楽しみたいだけ、自分はその推しが輝いているのを見たいだけなのに、勝手に感情が流れ込んでくるということに対して不快感を感じる人がいるということです。でもちろんこの心でやるお芝居を、がいいという人もいます。だからさっきも言ったように両方できないといけないということです。でハリウッドの場合、この心でやるお芝居を使う機会というのは日本でよりも結構多いということが起こります。だからその両方ができないといけない。で例えば今の僕がやったプロットがもし例えば NHK だとします。今のプロットが NHK だとしたら、おそらくこういうふうなお芝居の方 が求められるはずです。俺さ、すっげえ覚えてることがあって。子供の頃、親父がパチンコで勝ったらしくて、俺ら3人と一緒にハンバーグ食い行くかって言って、みんなでデニーズに行って、で、4人でハンバーグ2人前注文して、みんなで分けて食べたんだ。その時の味が本当にうまくて、今までに食べたどんなハンバーグよりもうまかったんだよね。というようなちょっとクリーンでちょっとライトなお芝居になることが求められる場合が多いかと思います。なぜこんなことが起きるかというと、誰がそのドラマを見ているのということが重要になってくるんですよ。例えば NHK の場合、おそらくメインの視聴者は高齢者か、もしくは、家事をやりながら見ている主婦層の場合が多いと。で、その時に例えば高齢者の場合、耳が聞こえなかったりとか、目が悪かったりするわけです。そういう人たちが、その例えばさっきみたいなちょっとニュアンスのお芝居をしたりとか、セリフ回しが明瞭でなかった場合、セリフ自体が聞き取れなかったり、お芝居が見えなかったりするわけです。そうなると、そのシーンの存在価値がなくなってしまうんですよ。つまり、その、まあ、ドラマのそのシーンの意味がなくなるわけです。そうなると、その人は楽しめなくなっちゃうわけです、そのドラマが。だから、それに合った、その何のメディア、どういうもので観客は誰なのかということを常に考えて、それによってお芝居のアプローチ法を変える必要が出てくるわけです。これが映画館の中で、真っ暗の中で画面に集中できて、しかも音響もしっかりしている。その場合は、おそらくさっきのようなセリフ回しでも、聞き取れるでしょうし、しかもその細やかな演技とかもみんなそこしか見るものがないので、ちゃんと見えるかと思います。でもそうではない場合は、そこに合わせてやってあげないといけない。つまりどういうことかというと、例えばドカタでそのすごく疲れた兄ちゃんが、やってきて、すいません、カツ丼ください、大盛りお願いしますって言ったのに対して、料理人がカツ丼もいいですけれども、高級フランス料理はいかがですか、とても高級でとても美味しいですよって言っても、兄ちゃんはいや、カツ丼が食いたいんですけど、なりますよね。カツ丼もいいですけども、でもフランス料理はいかがですか、素晴らしいですよ。いやいや、フランス料理とかいいからカツ丼食いたいんですよっていうことなんですよ。相手が求めてもないものを提供しても誰も喜ばないんですよ。それがたとえどんなに美味しくても食べたくないんですよ。だから僕たち俳優はその何が求められているのか、監督はどういう人でどういうのが好きなのか、
で、それはどういうメディアなのかということを常に意識して、例えばアメリカではですね、オーディションの前にその監督さんの過去の作品のトーンを見て、その監督さんが好きなトーンでお芝居をするというのが常識になっているんですね。テレビの場合だったら、そのショーランナーと呼ばれるテレビの制作者の前のドラマを見て、そのトーンに合わせてお芝居をするということ、これをですね、しなければいけないということです。で、この今回のこの K のシーンをやる方はそれを考えて、今回は、主導権を K に渡す、つまり、俳優がデザインしてどういうふうに言うか考えて、その瞬間 K としても存在して、 K として感情を感じた時にそこに主導権を渡してしまって、そのまま喋り続けるということを、チャレンジしてみてください。はい、以上です。